concepts of Thai creative tourism and culture. Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udon Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America, it is now time for our broadcast in Japanese. ラジオタイランドの日本語放送です。この放送はウダンタニ県バンドゥンのボイスオブアメリカの更新所を通じてお送りしています。今日は9月30日月曜日です。ラジオをお聞きの皆さん、いかがお過ごしですか？では最初に今日お伝えするニュースの項目です。今年の初めから8月末までにおける国境貿易高は前年対比で 0.07% の伸びとなりました。海軍がゴザ船パレードにまつわる展示会を開催しています。ベジタリアンフェスティバル期間中のバンコク都民の出費額は47億6000万バーツに上るものとみられています。では最初のニュースです。今年の初めから8月末までにおける国境貿易高は前年対比で 0.07% の伸びとなりました。タイの国境地域における貿易拡大は世界経済の低迷や米中間での貿易戦争のため減速しています。今年の初めから8月末までの間におけるタイの国境貿易高は9150億バーツ、前年比でわずか 0.07% の伸びにとどまりました。総務省貿易局のアドゥン・チョーティ・ニサコン局長は、先ほど、タイと国境を接している4つの国との国境貿易高は合わせて7200億バーツで、前年の同じ時期に比べ 1.16% 減となった。タイにとって最も多くの貿易相手国の一つ、マレーシアとの間での国境貿易高は 4.78% 減少した。タイとラオスとの間での貿易高も前年よりも減っている。しかしタイとミャンマーおよびカンボジアとの間での貿易高は今も増え続けていると述べました。一方、隣接国を経由しての中国、シンガポール、それにベトナムとの間での越境貿易高は合わせて1800億バーツと前年に比べ 5.24% 増えました。特に中国南部との貿易高は880億バーツとなり 37.83% の伸びを示しました。タイ経済に影響を及ぼしている主な要因としては、世界的な景気減速とバーツ高を上げることができます。また周辺諸国の通貨価値が低くなっていることもタイの競争力を弱めています。この結果、今年タイが目標としている国境貿易高1兆6000億バーツは達成できないものとみられていますが、
政府が国境貿易に対する障害を取り除こうと努めているおかげで、この数字が1兆4000億ドルを下回ることはない見通しです。また、国境沿いでの取引を活性化させるとともに、タイの企業と隣接国の企業との間での結びつきを強化させるためのイベントも継続的に実施されています。次に、海軍がゴザ戦パレードにまつわる展示会を開催しています。来月24日、今年、マハー・ワチラロン君国王陛下が来館されたことを記念して実施されるゴザ戦パレードにまつわる展示会が、チョープラエ川のほとりにある大型ショッピングモール、ライコンサイアムで行われています。この展示会のオープニングセレモニーは、先の水曜日、ルーチャイ・ルディット海軍司令官によって執り行われました。オープニングセレモニーの後、会場では、海軍の兵士らが、チャオプラヤ川のワスクリー桟橋からワットアルンまで、合わせて52隻のボートによって行われるゴザ戦パレードを模した複雑なショーを披露しました。海軍では、ゴザ戦パレードの本番に向け、何ヶ月間にもわたって入念なリハーサルを繰り返しています。ルーチャイ海軍司令官によりますと、300年以上も前、アユタヤ時代から行われているこのユニークなゴザ戦パレードは国宝級の価値を持っており、今回の展示会はこのユニークな水上での芸術を祝うためのものだということです。かつてゴザ戦パレードは戴冠式など王室の重要な儀式においての移動手段とされていました。3つのゾーンに分けられて行われているこの展示会は10月24日まで無料で一般公開されています。次に、ベジタリアンフェスティバル期間中のバンコク都民の出費額は47億6000万バーツに上るものとみられています。大手民間銀行系の調査会社カシコンリサーチセンターは、今年のベジタリアンフェスティバル期間中、バンコク都民はベジタリアンフーズや飲み物に合わせて47億6000万バーツを費やすことになるだろうと予想しています。この額は前年に比べ 2.4% 増となります。同センターは、この金額は9月29日から10月7日までの出費額を予想したものだ。我々が実施した調査では、ベジタリアンフェスティバルの期間中はバンコク都民の 66.7% がベジタリアンフーズを食べることになるだろうとの結果が出されている。この割合は前年に比べ 57.1% も高くなっていると述べました。同センターはその理由として、若い人たちを含め自分の健康に気を使う人が増えてきていることを挙げています。ベジタリアンフェスティバル期間中の出費額は今年も前年比で 2.4% 増えるものとみられていますが、今年は景気が減速傾向にあるため、増加率としては昨年よりも低くなっています。同センターはまた、若い人や高齢者の中に健康に気を使う人が増えてきているとして、ベジタリアンフーズを提供している人たちに向け、オーガニックフーズや栄養価の高い食品を含め、健康増進につながる食品をより多く開発するよう促しています。今日お伝えしたニュースは次の通りです。今年の初めから8月末までにおける国境貿易高は前年対比で 0.07% の伸びとなりました。海軍がゴザ戦パレードにまつわる展示会を開催しています。ベジタリアンフェスティバル期間中のバンコク都民の出費額は47億6000万バーツに上るものとみられています。続いてニュース展望です。今日は
地域の持続可能な成長を促進するに際し、タイが果たす役割というニュース展望をお伝えします。プラユット首相兼国防大臣は、東南アジアの持続可能な成長を促進するに際し、タイが果たすべき役割を強調しました。首相は25日、ニューヨークアジアソサエティで行った基調演説の中で、東南アジアを30億人近くの人口を要しているチャンスに満ち溢れた地域と例え、この地域は世界の平均よりも高い経済成長を示しており、数多くの産業での生産ハブとなっていると述べました。首相はまた、タイは ASEAN 加盟各国や同じ志を持っているその他の国々との間での持続可能なパートナーシップの促進に努めていると同時に、地域におけるタイの役割を強化するため国内の強化にも努めている。タイ政府は過去5年間にわたり、さまざまな領域においての基盤を作ってきたとともに、経済問題や社会的不公平の是正に大いに取り組んできた。またビジネスマンや投資家の活動に便宜を提供するため、各種のルールや規制を改善してきた。人身売買への取り締まりを国家課題の一部としたほか、IUU 漁業に対する具体的な取り締まりも行った。タイは今、憲法に従い、民主的に選ばれた政府の下で前進しつつある。私はタイを2036年までに安全保障、繁栄、それに持続可能性といった基盤を備えた高所得国にすることを目標としていると述べました。2022年、タイは再び APEC の議長国となる予定です。APEC の議長国となったタイが、APEC 加盟国、さらには世界全体にとっての利益となれるよう、タイは喜んで友好国からの提案や意見を受け入れる意向です。今日は、地域の持続可能な成長を促進するに際し、タイが果たす役割というニュース展望をお伝えしました。以上、今日のニュース、ラジオタイランド、宮井義明でした。続いて、ラジオタイランドからのお知らせです。ラジオタイランドの日本語放送は、都合により10月1日からしばらくの間お休みさせていただきます。日本語放送が再開されるまでの間は、英語での番組が流されることになります。ラジオタイランドの日本語放送は、毎日タイ時間の午後8時から、日本時間の午後10時から、そして GMT では13時から15分間放送しております。これで本日の放送は終了いたしました。Concludes our broadcast in Japanese. This program can be heard from 2000 to 2015 Bangkok time or 1300 to 1315 GMT.